ここはジェラルトの部屋か。ああ。お主まだ泣いておるのか。時を戻す力を持ってしても救えなかったとあらば、もはや定めと諦めるほかあるまい。本当にそうなのかな。介入されるなんてことがあるとかな。運命などではない。さもあらん、あの邪悪なる者たちの手でジェラルトの運命は曲げられたのじゃ。そうよな。先生の介入があれば助けられた運命だったはずだよな、本来。そうじゃ、ジェラルトが探せと言うておったのはその棚の裏ではないか。そういえばあったな、そんなの。この辺も死亡フラグになってたよな。これはジェラルトの日記のようじゃ。いい顔に似合わせみよ。これはお主が生まれる前じゃろ。随分と前から書いておったのじゃな。ん？そこを読んでみよ。1159年、角弓の節。角弓の節、二重の日、曇り。あいつの死がまだ現実のこととは思えない。なんか急に雰囲気変わったな。子を産む際にあいつは命を落としたとレア様は言っていたが、本当にそうなのか。ん？ああ、思い返してるのかな。そしてあいつが自分の命と引き換えに産んだ赤子は産声さえ上げようとしない。ほう。角弓の節、25の日、雨。相変わらず赤子は泣きも笑いもしない。レア様は心配ないと言っているが、泣かない赤子なんて普通じゃないだろう。こっそり医者に見せると脈は正常だが心音が聞こえないなどと昔があった。飛龍の節、二の日、晴れ。赤子を連れてここを出ようと思う。だが赤子には教団の監視がついている。レア様が何を考えているのかわからない。というかここではレア様って呼んでるな。普段からレア様って呼んでたけ。あれだけ素晴らしい方だと思ったレア様が今では恐ろしい。飛龍の節、八の日、雨。昨日の火災を利用して赤子が死んだことにした。おお。レア様は異様なまでに焦っている。だが後戻りはできない。俺がこいつを連れ。赤子とはお主のことかとすると、ん？誰が来たようじゃ。レア様がこの赤ん坊だった時の先生、俺の近くにいたってことなんだな。ということはレア様はこっちのこと知っているんだよな。やはりここにいたか。アロイスさん、どうしてここに。よもやジェラルト殿が、我が団長がこのようなことになろうとはな。あのお方は貴殿のことを何よりも大事に思っておいでだった。あんまり素振りは見えなかったけどな。不器用な方だったからな。貴殿への愛情を直接伝えるのは照れくさかったのだろう。こうなった以上、今後はこのアロイスが団長に代わり貴殿を守ると約束するぞ。すまぬ、このような時に長話などするものではないな。アロイスさん、レア様が貴殿を呼んでおられる。それを伝えに来たのだ。ではまたな。なんかまた不穏な空気がな。レア様か、ここで来るのか。ここに来れば日記はいつでも読める。残りは後でゆるりと読むがよかろう。大丈夫か、燃やされたりしないか。じゃが、そうか。わしには一つ分かったことがある。わしがお主と共にあるのは
おそらくは。何ですか。気になる。ソテツは何を思ってんだこれ。待っていましたよ。何ですか。誇り高き騎士を失ったこと、私も愛惜の念に耐えません。それが本心だといいんだけどな。疑いすぎかな。私にとってジェラルトは長年の同志であり友でもありました。レア様っていくつなんだろうな。長年とは。レア様も若く見えるんだけどな。とても昔とだけ言っておきましょう。その頃ジェラルトは王国の兵士でした。へえ。戦場で傷つき命の灯火が消えかけていた彼を私が助けたのが最初の出会いです。以来セイロス騎士団の一員として聖教会のために尽くしてくれました。うん。彼はガルグマクで一人の修道女に出会い、やがて二人は愛を育みました。修道女ね。しかし彼らの子が生まれるのと引き換えに修道女は命を落としてしまったのです。彼女は我が子と自分の命を天秤にかけ、子供の命を救うように私に託しました。彼はその事実を受け入れられず、赤子をあなたを連れて突然出て行ったのです。あー、母から受け継いだ。そうなのかもしれんな。何者なんだろう、その修道女っていうのは。ただ者ではないんだろうか。それはあなたの母親は私の。え、お話し中のところ失礼いたします。本当だよ。レア様、急ぎお耳に入れたきことが。私の。え、じゃあレア様は俺のおばさんってこと。周辺を張っていた騎士団からの報告になります。今日はもう下がりなさい。今は体を休め、心を静めることのみに専念するのです。いいですね。はあ。まあ心は休めないとな。白雲の章、守護の説、女神の行方。これの読みって変わるかなって一瞬思ったけど。守護聖人セイロスはかつてのこの季節に姿を現した。フォドラ中で巻き起こる戦火に心を痛めた天上の女神が使わしたのだ。セイロスの頭上では白き者が翼をはためかせ、戦いに赴く彼女らに文字通り追い風を送ったという。おお、白き者ね。さあ、ということで1月ですね。1157年。お、日記の続き読めるのか。五の日、晴れ。美しい花を抱えて喜ぶあいつの笑顔は花よりもさらに美しく。やめじゃ。のろけ話か、この辺は。お主が生まれる前の日記はどこまで遡ってものろけばかりじゃの。ジェラルトさん、意外とのろけるタイプだったんだ。しかもこんな日記に。お主には感慨深かろうが、わしは付き合うておられぬ。誰？情けない顔を晒したくはなかろう。俺、ちゃんとせい、ちゃんと。先生、やっぱりここにいたか。しけた面には違いないが、いつまでも涙に暮れて膝を抱えてるようなあんたじゃなかったか。少し安心したよ。クロード君、なんか話あるのかい？で、何を読んでたんだ？日記だよ。それは、ジェラルトさんの。これには何かヒントが隠されているんだろうか。まあこっちでも間違いはない気がするけど、まあ日記ですよ。なるほど、そのようだな。もしや
ジェラルドさんが修道院を出たあたりの話も書かれているのか。その辺はこのポテトちゃんの話の頃かな。そうか、あの人は騎士団長でありながら何らかの事情で修道院を出たんだよな。その事情が先生の出生に関わってるなら教団の秘密にも近づけるかもしれない。クロード君はやっぱりそっちが気になるんだな。先生、その日記を俺にも読ませてくれないか。あんたにとっても大切なもんだろうが、頼む、俺に貸してくれ。選ぶのかこれ。運命変わったりしないかな。いや、俺はクロードを信じるよ。本に切るよ先生。断られたら夜中に忍び込まなきゃならなかったところだ。おい、それはやめてくれ。貸してくれた礼ってわけじゃないが、ここ最近の情勢を教えといてやろう。レアさんは騎士団を各地に派遣して血眼で敵を探し出そうとしてるよ。すでに何か情報を掴んでいるって噂もある。近いうちに大きな動きがあるはずだ。ほう、結局あのモリカっていう生徒も偽物だったのかな。もしも敵の居場所が分かったとして、あんたはどうするつもりだ。俺は、あ、いや、学級のみんなもあんたが手を貸せと言うなら喜んで貸すだろう。それがレアさんの意向と違ってもだ。一応覚えておいてくれ。みんなあんたのこと心配してる。早く元気なとこ見せてやってくれよな。アリス様が助けてくれる。もうめっちゃ感激。出てきちゃったよこの人。この人もやっぱ化けてんのかな。で、右の人がタレス。お主が死ねば我らの身の神秘が暴かれ、それを防いだのみ。身の神秘。それにお主には残っておろう。もちろん、ゾロンと協力してやるよ。任せといて。うるさい奴だ。お主には煩わしかったか、エンテイよ。目を離せぬのだから致し方あるまい。お主は我らの最高傑作。汚れた獣の血を焚き火とし、神をも燃やし尽くす炎なのだから。エンテイもまともな人間じゃないのか。タレスのこのなりとやっぱ近い存在なのかな。めっちゃくちゃ顔色悪いけど。今こそその力でフォドラを洗い流す時。ダスカーでアンマルで無ごたらしい行いを繰り返してきた貴様らに果たして救いなど来るかな。全てはお主が力を得るためにやったことではないか。謎が多いな。ありがとうございます。わあ、悲しい。悲しい音楽をここで流さないでくれ。なんか現実を突きつけられてる感じがする。しょぼくれてるよ先生。やっぱりな、あんなことあってすぐはまだ立ち直れないか。こういう時誰かとお話ができたらいいんだろうけどな。どうしよっかな。まあ着き始めたし、散策は一回くらいしておきたいなっていうところなんですけど、散策行きましょう。やっぱ人と誰かと話しましょうよこれで。先生、さすがに悲しい顔ではないかな。どうした？泣きたいのなら、わしが話し相手になってやるぞ。胸を貸してくれ。姫に素直じゃと調子が狂うの。どうした？じゃあ今の瞬間でなんか話してたんだろうな。相当のわしの下に
これはあれかな、出撃のクエスト一応受けとこうか。でメインのクエストはジェラルトの頼みを聞く余裕はあるかやつですね。行ってこよっか。ん、俺この間ジェラルトさんに稽古をつけてもらったばかりだったんだ。マジか、こういう話もあんのか。どうして、なんでジェラルトさんが死ななきゃならないんだよ。だっておかしいだろ、あの人が何したって言うんだよ。こんなボブの兵士にまで慕われていたなんて。ああ先生、先生、ああちょっと心配されてんな。先生、ドゥドゥ、ジェラルト殿のこと残念だったな。すまない、かけてやれる言葉が見つからん。花を持っていくといい。ふう、悲しみの中で育つ花か。この花に未来を感じていこうじゃないか。失礼だが、レオニー、なんでこんなことになっちまったんだ。師匠、せっかく会えたってのに。ごめん、あんたの方が辛いはずだよな。でも私も信じられなくて。こんな時にお茶会って話でもないしな。今日は変わった魚が多いです。乗運転の人もやっぱそれなりにはいるな。おお、ソティス来てたん早いな。その本の裏に何かあるな。指輪、ああそういえば言ってたな、母親の形見だったっけか。この指輪、思い出したぞ。この指輪、いずれお主に譲るつもりだと言うておったし、いつか大切な人ができたら送ってやれ。これか。なんか魚釣りの知識を得たぞ。ハンネマンさん、怪しい人物を亡くしたな。まことに今節の課題は我が輩とマヌエラの学級に任せてくれたまえ。マジか。全ての指導を変わることはできないが、せめて心穏やかに折れるようにとな。しかし君の瞳には力が宿っている。立ち直りつつあるのか。本当に強いな君は。そうでもないよマヌエラさん。時にあまり気持ちのいい話じゃないけれど、聞く？ジェラルトさんを刺した武器の話よ。ほう、聞いとこうか。なんか変わった形してたもんな。探検って話だったでしょ。ただの探検じゃないわね。鉄でも鋼でもない、高い高度と鋭さを兼ね備えた謎の金属のはずよ。そうでなきゃ傷跡の説明がつかないの。何者なのかしら彼らは。敵の存在も全然わからないってことかこれ。悲しみにくれてんな。いろんな人に慰めてもらうか。窓にだけ釣りを好むもの、ハネマンさんか。シャミアさんはいないのかな。先生、お、レオニーまたか。話したがっている。おじようか。先生ちょっといいかな。しかしまたレオニーなんだな。あのこの前はごめん、私勝手に熱くなっちゃって。ん、何の話。女神の塔のことか。さすがに失礼だったと思ってさ、反省してる。まあ気にしてないけど
んたならそう言うと思ったよ。そういう細かいことにこだわらない器の大きいとこは師匠にそっくりだ。小さい頃に師匠に勝手に弟子入りして私が住んでた村に来たんだよ。師匠が分からんな。そうだよな、レオニーより年上の可能性もあるんだから話が分かってないと本来変だもんな。誰かに預けてきてたのかな。その時の師匠の仕事は密漁者退治だった。村の人たちじゃ手も足も出なかった相手を師匠は簡単にぶっ飛ばして踏んじばって、私すっごく感動したんだよ。狭い村の中だけで生きてた私にはそれで即弟子入りを願い出たんだ。ジェラルトの通様はあんまり分からずに終わっちゃったな。これ師匠は短い間しかいなかったけどいろんなことを教えてくれたよ。傭兵のこと、戦術、武芸、鍛錬の方法、私には全部が新鮮で楽しかった。それで師匠と別れてからもずっと鍛錬を続けてて、ああ本当は一流の傭兵になってから再会したいって思ってたんだけどさ、元気なうちに生えてよかったよ。改めてお礼も言えたからね。とにかく私は師匠みたいな傭兵になりたくてずっと努力してきた。師匠に教えを請いたくても会えなくて、わからないことは自分で考えて工夫して、そうやって孤独な努力を重ねてきたんだ。それなのにあんたと来たら、え、師匠の凄さも自分が恵まれていたことすら気づかないで。なんかあったっけ。もうなんか腹立ってきた。なんでだよ。私はあんたには負けない。師匠の一番弟子として絶対にね。なんか火をつけてしまったな。レオニーの支援が上がった、やる気も上がった。まあ特別な位置にいる存在だからな、こういうイベントもあるってことなんでしょうね。ベルナデット、結構引きこもりだったかはずなんだけどな。ジェラルドさんにお花をあげようと思って。引きこもっていない。ごめん、最初の印象こっちだったわ。私だってたまには出歩いてますし、とにかくそのお花あげてきますね。ありがとな。ここにまた一人増えてしまうのか。ジェラルト・アイスナー、愛すべき思い出とともにここに眠る。ジェラルトも結局何歳なのかよくわからんかったな。ジェラルトさんの名を知らぬ者などいない。惜しい人を亡くした。本当に敵の狙いが何なのかわからないが、許せない存在であることは間違いない。奴らを駐するために僕にできることがあれば何でも言ってくれたまえ。ロレンツだったら本当に何でもこなしそうだな。魔法で敵を殲滅してくれって言ってもやってくれそうな気がする。ん、何話してんの。ちょっと聞いてくださいよ。マリアンヌちゃんにひどい噂があるんです。例の悪党たちの仲間なんじゃないかって。そんなこと言うやつ私が。いいんです、ヒルダさん。私は大丈夫ですから。どっから来た噂なんや、それは。はい、相手にしなくていいよ。ありがとうございます、先生。腹下しの妙薬。これはクロードのものじゃないのかな。クロード君、改めてお話を聞こうか。と先生、しけた面もだいぶマシになってきたみたいだな。おかげさまでな。今読ませてもらってる。あの赤子ってのはあんたのことだよな。書かれていることがどういうことなのか俺にはまだ半分も理解できちゃいないが、ジェラルトさんはあんたを大切にしてた。それだけは確かだと思うぜ。
ラファエル。辛い時は無理やりにでも動いて食って寝るんだぞ。俺でも親を亡くしてるけどよ、そうやって乗り切ったんだ。飯でも訓練でも俺でよけりゃいくらでも付き合ってやるからな。ラファエル。先生、ジミトリー。ジェラルト殿のことは本当に悪い。一番悔しいのは先生だろうに。騎士団が奴らの居所を探っているそうだ。何かあればすぐに報告が入るはずだ。お前が復讐を望むなら俺も手を貸そう。そういうことばっかりでも仕方はないと思うがな。さて、休日戦、これにはやはりクロードに参加してもらいたいな。こんな時だけどな。ヒューベルト、これはクロード君優勝できるんじゃないかな。はい、取れ。オッケー。さあ、暗い気分を一掃しておこうじゃないか。追撃が出るということは、多分本来だとこの後にまたクロードの攻撃から始まるってことなんでしょうね。なるほど、本来はこれぐらいの余裕があって戦うもんなんだろうな。これもいけるでしょう。はい、ポーン。しかし攻撃は食らいますね。その通り。踊り子の格好したクロード君、なんか神様感あるな。神話に出てきそうな美しさを感じるね。で、これは一応回復なしでもいけると思うけど、そろそろ減ってきたんで回復しておこう。これ初の優勝いけるかもしんないな。で、次のターンの開始だからクロードから残り、いいね。で、お、もう決勝か。早いな。一発17とはいえこちらが追撃出るし必殺まである。で、決勝だからもう回復がこれでラストなんで使い切っちゃいましょう。はい、一発当たるけどもう一発、完璧だね。さすが我らが球長だな。Congratulations! ナイスクロード。これで明るい気分になれるといいんだけど、やっぱり音楽は暗い雰囲気のままなんですね。こんな時はよく食って寝ろって言われたしな。なあ、エデルガルト。残念だったわね。力になれることがあれば言って。それが復讐でも力を貸すわ。彼らに好き放題されるわけにはいかないでしょう。さあ、一緒にご飯を食べようか。で、今傭兵団というか騎士団が出払っているので、騎士団所属の人たちと一緒にご飯は食べられないということっぽいですね。じゃあ今日はクラスのみんなとご飯食べるか。美味しい食べ物で俺に元気を分けてくれ。わあ、好きなんですこの料理。やる気アップ。あとは誰がいっかな。ここかな。シリルとクロードで。これすごく好き。ああ、食欲をそそるいい匂いだ。よし。
行動力いっぱいあるとなんかな、ちょっと迷うな。やれることいっぱいあるね。はい、セチさん。次はモニカか。トマシもモニカも一時行方のわからなくなった者たちだ。モニカについては失踪前と比べて人が変わったようだったという報告もある。ほう。もしや本人はすでに殺され、敵が化けていただけなのではないか。こっちが有力よな。そう考えればトマシがソロンと名乗りを変え見た目まで変化した説明もつく。いかにしてそのような所業を成しているか、その方法まではわからんがな。確かにまだ謎は多いですね。でどれやりてもらおっかな。この中だったら式かな。といったところで本日の散策はこれにて終了ですね。結構いろんな人の話を聞いて長くなったので今回はここまでですね。クリリとさせていただきます。この悲しみを乗り越えていけるのかな。ありがとうございました。